おはようございます。はい、始まりました、ハイチのダラダラジオ第228回でございます。で、今週のテーマがですね、ハイチの貧乏時代っていうテーマと、あと今年の卒業記念動画はっていう質問をね、今結構いただいているので、まあ、そこに答えていく感じで話していきますので、よかったら最後までお付き合いください。で、なんでおはようございますって言ったかっていうと、今朝の5時です。もう声がね、ちょっと起きてから1時間ぐらい経ってるんですけど、声がね、ちょっとね、朝の声ですけど、まあ許してください。で、先週からですね、だいぶこう、喉でやられてたんですけど、まあ、だいぶ、どうだろう、今聞いていただいてて、結構声は戻ってきたのかなと。出してる本人はね、ちょっと違和感かなりまだあるんですけど、ただ、まあ、動画で編集してるとね、結構戻ってきた感じはするんで、本当にご心配をおかけしました。ただ、咳はですね、相変わらず止まらなくて、まあ、ちょっと動画の更新ペースね、あんまり上げれてないんですけど、まあ、徐々に直していこうと思いますので、もうちょっとね、お待ちいただけたらと思います。で、今週ちょっとね、勉強全く関係ないテーマで話していくんですけど、こうね、貧乏時代があったわけですよ。で、この、学生の時って、まあ、お金あんまないじゃないですか。自分でバイトしなければ稼げないし、基本的にお小遣いもらえるかどうかっていう話なので、で、学生の時はちょっと覗こうと。ね。で、まあ、それでも、大学の時は確かに、まあ、貧乏学生だったの。バイトもしてたし、居酒屋とかさ、コンビニとかいろんなバイトしてたんだけど、俺。で、まあ、その時はまあ置いといて。それでまた後々話す。なんか、なんだっけな、最近、ヒカキンさんとか、はじめ社長さんがさ、バイト遍歴みたいな、ね、動画撮ってて、それなんかリクエスト来てたんだよね、この前。そう、撮ってください、みたいな。まあ、それはね、いずれ話すよ。もう俺のバイトのやつは。で、その、社会人になってからの話なんだけど、俺、社会人になってから、まあ、大学卒業して、最初営業マンやってたんですよ。営業マンやって、塾講師やって、で、独立して、今の、まあ、今立場にね、いるんですけど、で、その、営業マンを辞めてから塾講師になる間、ここがね、もう、闇期ですよ。闇期って闇方じゃなくてね、そのお金に関しての闇期。闇です、闇。本当にお金がなくって。で、どういう状況だったかっていうと、まあ、最初、1年目ね、新卒で社会人になった時に、まあ、1年目って、本当に給料そんな入ってこないんですよ。別に自分、大企業とかにいたわけではないからね。で、営業マンって出来高制って言ってね、こう、なんだ、営業ってなんて言ったらイメージだかな。みんなの家にさ、こう家にピンポンって来る人いません？たまになんか商品の紹介で。お父さんお母さんが大体こう嫌がるっていう。あれやってたんですよ。自分一件一件ピンポン押してめっちゃ怒られるっていう仕事をしてたのね。だってピンポン押しただけで怒られるんだよ。そう。だって夏の夕方の5時ぐらい、明るいじゃん。夏の5時なんて。明るい時間にピンポンして、何だと思ってんだよみたいな。とか普通に言われるような仕事をしてたんですよ。で、その、やっぱり契約を取れるかどうかによって給料が結構変わってくるのね、営業っていうのは。で、そんなにね、取れてなかったから、俺。そう、なので、こう、一人暮らしもしてたし、人生初めての一人暮らしでね。で、まあ、出てくお金も多いと。そう。そんなに物欲がある方じゃないんで、お金は使わないんですけど、でもなくなってくんだよね。人、まあ、家賃とか払ったりすると、まあ、その辺でかな。で、まあ、でもちょこちょこ貯めてた。で、営業マンは結局これ、9ヶ月、10ヶ月、1年持たなかったんですよ。ちょっと医者にドクターストップかかってしまって、そう、もともと持病があってね、それが悪化しちゃってさ、ちょっとその外を回る仕事はやめた方がいいっていう、そう、心身ともにもちょっとボロボロになってて、その時は。ちょっと、もともと持ってた鬱とかがね、出始めちゃった時だったから、そうで、辞めちゃったんだけど、で、その9ヶ月、10ヶ月でね、いくら貯まったんだっけな、でも30万ぐらいだったと思う。本当に貯まらなくて、お金が。そう、で、30万手持ちで仕事辞めるじゃないですか。で、まあ、次の仕事見つけなきゃと思ったんだけど、まあ、ちょっとその当時付き合ってた彼女ともちょっとなんか、ちょっといろいろあってですね、いろいろあって、喧嘩したとかじゃないよ。そう、いろいろあって、で、こう、バイトをしながら次の仕事を見つけようみたいな感じだったので、で、まだ一人暮らししてたから、家に戻るのは、実家に戻るのは、やっぱり、ね、親に、ね、一回出てってるから、なんか迷惑かけるなと思って、で、ギリギリまでちょっと頑張ろうと思ったのね。で、バイトを始めますと。なんか、その時にお世話になってた所長、仕事のね、営業の時の、本当に今でも尊敬してる方がいらっしゃるんだけど、その方にバイト紹介していただいて、そう。
で、バイト始めたんだわ。ただ、バイトでね、だって正社員で働いてるのに、まあ、そんなたまらない。10ヶ月で30万だから、1ヶ月3万、頑張って貯めるみたいな感じだったからさ。で、バイトで繋がるわけがないわけよ。家賃払っても、まあ、マイナスになってって、すっごい切り詰めた生活をしてたんだけど、それでも、どんどん、どんどん、その、貯金がなくなっていくの。通帳記帳って言ってさ、通帳にいくら入りま、ありますみたいな、あるじゃん。がね、みるみる減っていく。で、まあ、実家に戻ればさ、生きていけるよ。ご飯も出してくれるしさ、できるじゃん。生活する場所は確保できるけど、でもどうしてもね、それをやりたくなくって、俺の中で。そう、社会人として、親がね、大学まで出してね、卒業させてくれて、外に出てったんだから、自分一人で何とかしなきゃって。って思って、でも、貯金残高は減っていくわけよ。で、俺、バイト2個増やして、2個目も始めて、2つ掛け持ちしてたの。そう。だから結構な時間働いてたんだよ、バイトで。それでも、減っていくし、あん時の恐怖、もうね、結局何万までだったっけ ?2 万ぐらいまで減ったんだよね。あと、このペースでいくと半月 ?1 ヶ月の半分ギリギリいけるのかなみたいな、生活がしてて、もう、ね、怖くて、それが。そう。で、もうね、父親にね、あ、俺、母親知ってんのかな、そのこと。まあ、俺、おとんって普段呼んでるからさ、おとんに連絡して、本当にすまん、つって。本当に申し訳ないんだけど、ちょっとお金貸してくれ、つって。人生で初めてお金を借りた、その時。10万だったかな。そう。で、あとで返したけど、それは。でね、その10万で借りて、で、まぁ、ちょっとつないで、で、その後に、その、塾講師やってた。で、もともと営業の時の先輩、一個への先輩が辞めてその塾講師で働いてたろ。塾講師、塾の会社でね。で、誘ってくれて、そう、受けてみないかって。俺がもともと教育っていうのを言ってたから、で、誘ってもらって、で、入社試験受けたら、通って受かって、で、営業マンじゃねえや、塾講師に転職するっていう流れで、まあ、そっからは、もう、すごいそっからも切り詰めてたよね。塾講師、さあ、給料高いってイメージあるらしいんだけど、俺の会社めっちゃ安くって、塾講師の会社。そうそうそう。で、まあ、働いてっていう感じだった。そう。で、なんで今回この話をしたかっていうと、そう、当時のね、なんかちょっと通帳がたまたま出てきてさ、その時の気持ちを思い出して、まあ、学生のみんなにとってはピンとこないと思うんだよ、正直。思うんだけど、でもね、なんか、その、お金のありがたみとか、働くことの、なんかありがたみというか、そういうのをなんかちょっと話せたらなと思って、まあ、だいぶ話逸れちゃってんだけど、今。そう。だから、その時感じたね、そのお金がなくなっていく恐怖っていうのは、今でもすごく覚えてる、感覚として。で、それはすごく大事にしてて、だから、今 YouTube やってて、で、まあ自分本業というか、自分でも働いてるからさ、YouTube 以外でも。まあ収入源がいくつか今あるんだけど、で、それでも、まあ当時に比べれば、お金は稼げるようになったし、当然、塾講師時代よりも今のが、ね、お金はもらえるようになったから、なったけど、でもやっぱり贅沢は、全くしないようにして、しないようとか、もともとはさっきも言ったように物欲ないからさ、高いもん買おうとかさ、いい車乗ろうとかっていうのは全然ないから、ね、お酒もタバコも自分やらないし、そう、服も買わないしね、そう。だから、まあ、出てくものもないんだけど、でもちゃんと貯めて、まあ、子供がいるからさ、子供のことになるとね、やっぱお金は結構かけちゃうのね。子供が習い事させようと思ったら、別に全然渋らず、ね、買わせるし、子供の服だったら全然買っちゃうわけよ。自分の服は買い渋るんだけど。だいたいセール品しか買わないから、俺。シーズンオフの。そうそう。だけど、まあ子供だったらね、買ってあげたいなと思って。まあそこでお金は使ってる感はあるけどさ。だから、まあこれからみんながね、まあ学生時代はお金ないと思うんだよ、それは。だけど、まあ、稼げるようになったりとか、あとは高校になったり、中学生が高校生になったりとか、高校生がこれから大学生になるでしょ？で、初めてバイト始める子も出てくると思うんだよ。で、やっぱりそのバイトをした時に、お金を稼ぐ大変さっていうのは絶対身に染みると思うの。自分も初めてバイトした時に、こんだけ働いてもやっぱこれしかもらえねえんだっていうふうにやっぱ思ったんだよね。で、まあそれと同時に、お金を自分で稼げるようになると、好きにさ、
使えるお金が増えるわけよ。そのお小遣いもらってる時とは全く別次元のね。で、やっぱ気が大きくなる、お金が入ってくると。で、ぜひその学生時代にやってほしいのは、1ヶ月5000円とか1万円でいいから絶対に貯金するっていう習慣をつけた方がいい。それは将来のためにお金を貯めようではなくって、貯金するっていう習慣をつけてほしいの。稼いだ分だけお金を使うっていうのを学生時代やってると、これ社会人になっても変わらない。でもお金はある程度使った方が回るのね。自分に投資することは必要だし、使うなってわけじゃなくって、貯金癖はつけようっていう、これはね絶対やった方がいい。俺親が、特に母親がね、結構お金に厳しい人だったの。しっかりしてるというか、硬いというかね。で、それを、おかんイズムをね、学生時代とか、ちっちゃい時からずっとそれを言われ続けてたから、お金に関しては結構しっかりしてるとは自分でも思ってる、今でも。で、そのおかげで、その、バイトしてる時からもある程度貯めてたし、ちょっとずつだけどね、本当にちょっとだったけど。で、それはやっててよかったと思う、その感覚というのは。だから、みんなもこれからね、まあ今バイトしてる子もね、これから始める子もいると思うんですけど、ぜひ、その1ヶ月ちょっとずつ貯めるっていう習慣っていうのはね、つけてって。で、まあ自分にご褒美っていうのも大事だからさ、その辺も意識しながら、学生生活の、学生時代のバイトとか、まあこれから社会人になる方もそうだけど、お金を稼げるようになったら、その時のお金の使い方っていうのをね、大事にしていってもらえたらと思います。ちょっと長く話しちゃったよ。ごめんね。で、あと今年の卒業記念動画なんですけど、まず卒業記念動画何って思う方は、この動画の最後に去年のリンク貼っとくんでね、見てみてください。みんなから、メッセージをもらってね、それを一本の動画に編集して作るっていうのをやってたんですけど、で、今年ね、やるかすげえちょっと迷ってたの、本当は。やめようかなーってちょっと思ってたんだよね。そう。なぜかって、ちょっとね、スケジュール的にね、これ間に合わないんじゃないかなと思って。でもね、去年からもそうなんだけど、基本的に卒業する子たち、高3、中3の子たちのメッセージを集めて作ってたんで、まあ、その当時2年生の子たちが、来年自分が卒業するとき絶対送るんでやってくださいみたいなのをすごいもらってたのね。で、それを思い出したらさ、これはやめちゃダメだろうと思って、一応やるつもりです。はい。で、詳細なんですけど、それを今週中に、投稿します。で、一応今思ってるのは、まあ、去年みたいな同じようなこともやるんですけど、ちょっと他の要素の部分ですね、も、作ろうと思っていて、そう、まあ、ちょっとおふざけではないんだけど、で、こういうのをやろうと思ってますって、こういうのを募集してますっていうのを今週詳細あげます。ただ、その詳細動画の時にも話すんですけど、新しくやろうと思ってることは、実際みんなからそのメッセージというか、それをもらっても、その動画にできるかどうかがちょっとわからない。正直。だから、いただいても採用することができないかもしれないんで、まあ、それはちょっとね、ご理解いただけたらと思うんですが、まあ、卒業記念動画ね、今年も一応やろうと思ってますんで、興味ある方というか、ぜひね、みんなに参加してもらわないとね、動画成立しないので、よかったら、そちらもご参加いただけたらと思います。はい、ということで、ちょっと久々に長く話しちゃったよ。ごめんね。ちょっと朝でさ、頭回ってるのかな、わかんないけど、回ってないっていうんじゃいっぱい話してるけどさ。まあ、ひとまず今週卒業記念動画撮って、で、また来週ね、ダラダラジオ、何か喋っていこうと思いますので、よかったら、また次回もね、ご視聴いただけたらと思います。はい、という感じで、じゃあ今週はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。